周平君、委員長、岸本君、国民民主党の岸本周平です。質問の機会を与えていただいてありがとうございます。今日は10分しかありませんので、アナログ原則の撤廃のお話を平井大臣とさせていただければと思います。コロナでですね、例えばオンライン診療がかなり進みました。大変現場でも威力を発揮しております。でこのオンライン医療ですとかオンラインの服薬指導っていうのは、何年も前から議論が行われてきていて、少しずつ前進はしておりますけれども、平井大臣とお話をしていたほども進んでいないわけで、平井大臣も非常に積極的に推進をされてこられましたが、なかなかこれが大きな壁にぶつかっています。それで今もですね、コロナで効果を発揮している中でオンライン診療の全面解禁ですとか、これを恒久化する、あるいはオンライン服薬指導の全面解禁や恒久化について各方面から強いご要望がございますけれども、今回のデジタル社会形成関係整備法案の中ではですね、この対面原則、いわゆる対面原則というものを改善したようなものはございますんでしょうか。いかがでしょう。平井大臣。委員と全く同じで、書面、押印、対面、ここですよね、この3つをちゃんとやらなきゃいかんということだと思うんですけど、今回、少ないんですよね、正直言って。で、この、なんて言いますか、いろいろ、この対面でやるということ、例えば委員の、通知の中で、質問の高齢者医療確保の領収書とか、貸金業法の受取証書、旅行契約、建設請負契約、下請け契約に対する受注発注書面、不動産特定共同事業契約、都市信託の約款、マンションの管理業務委託契約の、書面原則が撤廃されなかったというようなこと、でこの対面原則の話もですね、いろいろあるんですけど、現時点で、押印義務の廃止や電子化をしても支障がないと。いうものに関しては進んだんですよ。で、私もですね、実は対面というのはこれからやりたいんですよ、本当のことを言って。で、やりたいんですけれども、今回の法案にはそこまでちょっと間に合わなかったっていうようなところがあって、例えば交渉人のところに行って会うっていうようなことがオンラインで、もうかってなったんですけど、これはしかしどっちみちまた行かなきゃいけないしということで、言い方変ですけど、なんちゃってオンラインみたいなことになってると思うんです。で、そうではなくて、ここは本当に今までの当たり前の業務のやり方をやっぱりきっちりと見直していくということが非常に私は重要だと思っておりまして、で実はそこのところは河野大臣の方の担当なので、私が10回、河野大臣が11回で、うち会談があるんで、しょっちゅうその相談をさせていただいておりますが、そういう改革とデジタル化をやっぱりセットにした取り組みをさらに強化をしないと、委員のご指摘のようなことをこれから進めるのは難しいと思っております。委員長、岸本君。おっしゃる通りなんですけれども、特に本当にこれ、大臣もおっしゃってましたけど、コロナのこのおかげでですね、本当にデジタルの進み方がですね、DX の進み方が10年ぐらいのが一気にこの1年、2年で、世界的にも行われてるし、我が日本でも起きてくるという中で、まさにリモートワークがですね、定着している中で、このオンライン、対面原則をですね、オンラインに置き換えていくっていうのは、まず国民の理解も得やすいのではないかと思われますし、またこれまで行として反対をしてこられた方々もですね、
実際やってみて問題ないじゃないかとかですね、あるいは患者さんなり相手の利用者の方も望んでいるということも肌で分かられてこられたわけですから、そういう意味ではチャンスだろうと思いますので、まあ今回間に合いませんでした対面原則は改善はなかったわけですけれども、ぜひ進めていただきたいと思います。それから今書面原則についてもですね、できてないものをおっしゃっていただきましたけど、まあ逆に言うとですね、できているものもあるわけです。例えば民法の受取証書、債権証書、金融商品取引契約およびそのクーリングオフ、不動産取引での重要事項説明書面、定期借地契約、定期建物、賃貸借契約、特定継続役務提供等における契約前後の契約等書面等々ですね、まあ、書面原則が原則電子化でもいいよという進んだものも、あろうかと思います。そんな中でですね、ぜひこの今おっしゃった対面原則、そして書面原則、押印原則をですね、このコロナを機に災い転じて福をなすということで、ぜひやっていただきたいと思います。で、最後にちょっと時間がありませんので、もう一問だけ、大臣にお聞きしたいと思います。実はまあデジタル庁に100名規模の、高度な専門人材を迎えてですね、国地方民間の人材が新しい発想でマネジメントを行うんだと、これは本会議での代表質問で私の質問に対して菅総理からお答えいただいた答弁なんですけれども、デジタル官は民間人だと、でそのまあ定義についても大臣から午前中ご答弁がありました。そこでそのデジタル官をはじめとする多様な人材を生かすための新しい発想でのマネジメント、口では簡単ですけど具体的にどういうことなのか、あるいは民間でもですね、優秀なエンジニアの高度人材は大変不足しているわけです。日本はもうコンピューターサイエンスの学生の数自体がもう中国やインド、アメリカに比べてもう10分の1、100分の1ですから、人材が非常に逼迫している。もちろん1時、2時、3時、4時、5時の多層下請けの非常に劣悪な労働環境ともありますけれども、こんな中で一体100人もの民間人材をですね、どうやって確保できるのか、その辺についての大臣のご所見をお伺いしたいと思います。平井大臣。まず魅力的な職場、組織文化、そして誰もが参加したいと思うようなプロジェクトというのはやっぱり抱えていく必要があるというふうに思います。で、それぞれのチームのメンバーがそれぞれの専門性を生かして、率直で忌憚とない議論ができる、要するにフラットな組織文化の醸成っていうのがおそらく一番重要なんですだろうと思います。それが今霞が関のなかなかこのピラミッド型の組織ではフラットな議論というのはできなかったんですが、それをやらないとおそらくそのデジタル化システムを作るとき、うまくいかないというふうに思います。で、公募形式でその民間の皆さんその多く応募してくれてて、やっぱり給料が下がる方もおられるんです。それでもデジタル庁でやりたいと言ってくれてる方もいらっしゃるというのは、デジタル庁に対する期待が大きいんだと思います。まあ、そういう意味でその組織文化、働きやすい環境、そのやりがいのある環境というものを作るために一生懸命で全力を尽くしたいと思っております。岸本君。それではしっかりといい人材を集めていただきますことを期待しまして、質問を終わります。ありがとうございました。次に。